チャオ、あっちゃんです。ここ最近ね、数日ね、ちょっとまたね、なんかいろいろとコメント欄でもね、騒いでる話やねんけどもね、メールとか LINE とかでいろいろみんなから連絡もらうんやけど、どうもね、あっちゃんをつくの過去のね、過去のってもう何年 ?2 年 ?3 年ぐらい前の動画を使って、なんかモノモス系みたいな売名動画を出してる人がいてるらしいんやけども、うちの視聴者さんもね、結構見に行ったはるみたいで、売名に乗っかって見に行ってもね、相手喜ばすだけです。それと、あとは相手のところにね、なんか書き込みに行ってるファンの人たちが数人いてるって、聞いたんやけども、そんなことしたらね、そうやって人の動画を使って売名してる人とやってることは同じです。あっちゃん前にもね、ちょっといろんなことで、助けてって言って助けてあげて、ライブでいろいろやった件もあったんやけど、うちの視聴者さんは、あっちゃんはいろんな件で自分で対応していく。でも視聴者さんがそういうことをしないでください。自分の価値を下げるだけ。それとあっちゃんの顔に泥を塗るだけです。バカな動画があっても、まず見に行かない。行くっていうことは、相手の再生に、加担することになる。で、見ても嬉しくないでしょ。で、反論したことによって、あっちゃんは何言われてもいい。うちの大切な視聴者さんを信者扱いしたり、バカ扱いした動画をまた出したって聞いたらね、情けなくって、悲しくなってね、一人二人がそういうことをすることによって、うちの大切なね、視聴者さんまで、全員がバカにされてる。そういうことになりかねないんで、そういうバカな動画見ないでください。あっちゃん、見る気もしないんで、見てないです。で、それに乗っかった人が連絡来て、その動画の内容を教えてくださいとか、ツイッターで書いとったやつおったけど、何かあったら聞いてくれたら、あっちゃんは話してあげるけど、なんかよくわからん、尻滅裂な文章が来て、あの動画とか書かれて、意味がわからんかって、何のことみたいに返したら、なんかその、過去のあの動画、自殺の動画がどうとかこうとかって書いてあるから、ああ、あんな古い話か、みたいな。なんか聞きたかったらメールしとったら教えてあげるよ、みたいに返しといたんけどね。そういうのがね、ツイッター、メールとかでやったらもう黙っとくんやけど、ツイッターってみんなが見えるところ。だから、特にあっちゃんのあっちゃんねるじゃなく、あっちゃん赤の方、プライベートで使ってる、プライベートっていうか、オイル販売とかで使ってた方のね、この冬方の赤の方に来てたんでね、まあ一応そこのところは何度かやり取りはしたんやけども、表に見えるところでそういうことを書いたらね、やっぱそういうバカな動画に乗っかったんやと思うね、その人も。そういうのでね、また面倒くさくなるし、あっちゃん忙しい人やから、いちいち対応できへんでね、電話したいみたいなことで、声聞きたかったんか、そうか話したかったんか知らんけど、なんか自殺の動画で聞きたいこととか書いてあったから、だから視聴者さんとの直接電話は受け付けてないんでね、しつこくなんか食い下がってたけどね、なんかね、ツイッターかインスタかなんか教えてくれって、いえ、貼ってるでしょみたいな話だけどね、そういう人も出てくるんでね、まあ迷惑なんで、売名したらさ、ほっときゃね、勝手に消えていくし、なんていうの、柴田とかこれこれとか水にゃんとかって、ああいうモノモス系で大手になってる人だけど、そんなねパクリするっていうか、ああいうねモノモス系キッズみたいな、ヒカキンの真似してハローブンブン言ってる子供と一緒でね、モノモーしたらいいでしょう。またそれに乗っかって売名したら、売名相手がねうまくいきゃ、再生数も伸びるんでね、そういうやり方をするなんか変なやつがおるんで、関わらない方がいいんでね、うちの視聴者さんはまず見に行かない。そして見に行ったらムカつくけども書かない。見に行くは、もしうちのコメント欄に書いてもね、もしおすすめに出てきたって書いとった人おったけど、おすすめに出てきてもね、ああまたバカやってんだなって。あっちゃんも昔はね、無断転載もよくされた。であっちゃんの顔を使ってコラ画像を作ってね、気持ち悪い小沢画像を作ってね、なんか知らんけどハゲたおっさんあっちゃんの写真に顔つけたみたいな画像もあったんやけど、バカなことやってんなって教えてもらってんけどね、まあ好きにしたらいいじゃんって、情けねえと思って、まあ一応ね、その著作権侵害で訴えたろうかなとは思ったんやけども、もうバカに関わってるだけ時間無駄やし、と思ってね、それ消えてたよって言ってたから、まあ消されたんか自分で消したんか誰かが言ったんかそれは知らんけどもね、まあ、そういうのがあるから、結局ね、底辺なバカっていうのかな、底辺ほど人を使って売名して伸びようとするね。でもそんな方法では伸びへんから、そんなほっといたらいい。もう今までは著作権侵害で訴えて画像消、動画とか消したりしてて、ニコニコにも転載されたりしててんけど、もういいよと思って。まあそんな、ね、関わってる時間あんねやったら、
自分のね、あの時間を大切にした方が、くだらない売名したり、くだらないことでね、人を使って時間無駄に使うより自分の動画を拡充した方がいいんでね、もし視聴者さんも見に行ってもね、まあ見に行くのは自由です。見に行ってあげて再生上げてあげてもいいかもわからんけどね、その人のためにね。でもね、わざわざね反論書かないで、あっちゃんの価値も下がるし、うちの視聴者さん全員の価値が下がる。さっきも言った通りね、1本目の動画2本出てるらしいねんけど、あっちゃんも人伝いに聞いたから実際見てないから何が上がってるのか知らんねんけど、1本目の動画にかなりうちの視聴者さんが反論いったみたいで、2本目の動画ではうちの視聴者さん全てをバカにされた。うん、信者とかって言われてる。信者ってね、意味わからない。信者っていう言葉あちゃん嫌いやし、まあ、使うけどもね、あの信者化してるとは言うけどもね、あのあえてそれはバカにして言ってるんやけど、なんていうのかな、信者とかいう言葉を使う人ってすごく嫌いっていうか、そういうのをね、嫌いっていうか、まあその人もわざわざバカにして言ってるんやと思うねんね。うん、だからバカにされてんのよ。で、見に行ってない人が多い、そこに書き込んでない人の方が多いのに、うちの視聴者さん全てをバカにされてるわけよ、ね、だから一人二人がそうやって正義感を出して見に行って書き込むことによってね、うちの視聴者さん全てをバカにされることになるんで、ね、やめてほしい。あっちゃんはいくらバカにされたっていい。だってあっちゃんをバカにする人っていうのは、あっちゃんの意見をまともに取れてない、あっちゃんは間違えたことしてない、間違えたことしてたら YouTube からバンされたり、警察のお縄になったりするけども、全くないわけやしね。そういう状態で、やりたいことをやっていく、好きなことを言ってね、ある程度規約内で好きなことを言ってやる、許されるのが YouTube。 その中で他人を使って売名するなんてものはまず卑怯なこと。そんなもの分かってんねん。分かってるけど、そこにわざわざ行くことで同じ土俵に立っちゃダメなんね。だからうちの視聴者さんはそういうコメントやめてください。相手はそうやって一生懸命売名しとんねんから、売名に反論したらまたそれに乗っかって、向こうの、あえて言わせてもらうけど、向こうの盲目信者みたいなやつらがうちに攻撃して、うちの関係ない視聴者さんに迷惑かかっちゃう。ライブの中でバカみたいなことされたりね、うん、それとあと真面目な人なんか知らんけど、その動画を見てね、うん、また古い話にね、古い話の種火に油をまこうとしてる人が出てきてね、電話させてくれ。そんなね、電話するほど暇じゃない、あっちゃんは、うん、それよりもっとね、大切な視聴者さんであっても、できる限りメールでアポ取って、よっぽどのっぴきならない、命に関わるような時とかは、あっちゃんは電話をする場合があるけど、それ以外電話を受けることまずないんでね、そこに電話させてくれて、くだらないね、人の動画に対して聞きたいことあったらね、ライブに来たらって書いてるけど、ライブに陽気やんって書いてあるね。ライブ来たらうちの視聴者がどうかどうとかこうとかって書いてあるけど、意味のわからんこと書いとったよね。うん。ライブで話できへんこと、こっそり電話したいって、持ってんのほかやん。何を言いたいんか知らんけどね、まあ、そういうね、ようわからん視聴者が出てくるね、まあ、視聴者っていうのかよくわからんけどね、まあまあわからんことあって聞きたかったらライブに来て聞けばいいし、まあ、メール送っといたらね、返事する案件なら返事するし、くだらんよけんならスルーするしっていうか、そんな感じなんでね、うん、それとなんか売名してる人があっちゃんと対話できるとか書いてあったけど、そんな一切アポイントも何もないのに、対話するも何も何も聞いてないし、誰かわからんような人と対話する気もないねんけどね、盛り上がってるよって聞いたんやけど、なんのこっちゃらね、まあそうやって売名してるんでね、売名してる人に乗っからないでくださいね。うちでそういうこと書くとね、またみんなも行って、絶対うちのファン、あっちゃん腹立たへんことでもね、うちのファンの人たちって腹立つね。あっちゃんってね、ブサイクでね、ねでブスって言われても、あブスだよって終わりやねんけど、あっちゃんブスって言うの、そんなことないよって言ってくれるファンの人がいてる。だってあっちゃんは須田くん大好きやけど、須田くんの悪口を言われたらムカつくから殴りに行くかもわからないでしょ。だからファンの人ほど熱いのね。だからこそそこは冷静に、あっちゃんいつも言ってるグッグルッパをしてください。相手のところに書き込みに行くってことは、あっちゃんの顔もあっちゃんの視聴者さんみんなの価値も下げることになるんでね、行かないでください。ね、言っても書き込まない。ああ言って、ああバカなこと言ってるんだなって、ああそんな内容かって内容はね見てないけども聞かされてる、うん、だからあっちゃんは把握してます。把握してなかったもいいです。他にもいろいろあります。売名とか、なんだろう、天才とか無断天才とかね、うん、まあ大体ね、無断天才するやつに天才はいてないからねまあそういうところでね、勝手なこと言ってる、うん、でその中でも結構あっちゃんに対してね、なんか差別発言もしてたって言うから、差別発言なんてものはね、人としてやっちゃダメ。
まあ、いずれね IP 開示できるようになったらね、差別発言は潰していこうかなと思う。だってあっちゃんは差別撲滅、いじめ撲滅、の活動していか至ってる立場であって、そういうのも野放しにはできないっていうことなんでね、まあそういうところもね、まあ、平気でね、そうやって物申す系やる人っていうのはね、人に物申すイコール自分がやっちゃダメなことやってるんで、物申すって日本の法律でダメですからね、うん、だからその時点で薄っぺらいっていうのが分かるから、見る気もしない、だって時間無駄だから。あっちゃんいつも言ってるやん、他人の動画は見ない、だって無駄だ、自分にプラスにならない、何の役にも立たない動画は見ないよって、いくら紹介サイトも見ないし、だからコメント欄にね、どこどこでこんなんかやられてるよって書いてもあっちゃん見にも行かないんでね、それに返事くださいって言っとった人もおったけどね、そのコメントしたからそこ見に行って返事くださいって言ったけど、興味ないんで、どこどこで何転載されてようが飛ばされてようがね、勝手にすりゃいいじゃんって感じなんでね、はい、そんなねよくわからん不届き者は自動的に勝手に消えるんでね、それがこの世の中なんでね、うん、結局ね、まっすぐな主張しか通らない、ねじ曲がったり間違えた主張っていうのは、それに乗っかる人は出てきてもね、時間が経つにつれて気づいてくるしね、残るっていうのはまともな意見だけ、もちろん、あっちゃんの言ってるのがまともかどうかって言ったら分からへんし、結構あっちゃんは激しくね、分かりにくい話し方もするし、間違えられやすいっていうのかな、誤解されやすいことも言うけども、それが通ってるからこそ何年も続けてこうやってやっていけるっていうところがあんねんね。もちろん視聴者さんがドバーンとは伸びてないけども、地道に地道に上がってきて、今は1万人、4年ちょっとかかって1万人って言ったら少ないように思うけど、でも4年ちょっとかかって1万人ってなかなかできへんことやねんね、自分で言うのもおかしいけどもね。だからね、1万人の YouTuber って、まあ、言ったらどこまで影響力あるのかって、それは分からへんけどもね。でもまあこうやってね、毎日毎日動画を上げて、まあ、やっぱり毎日毎日視聴者さんが増えていくっていうのはありがたいことやしね、誰かを使って売名してこうやって伸びたわけでもないし、自分の主張してるだけのことなんでね、だから胸張ってやっていける。だから他人のことで売名してね、一生懸命やって再生伸ばそうが登録増えようが、そんなものは胸張って私は堂々と誰々の批判したからこうやって有名になれたんだなんていうバカないてないでしょ。だからそういうね、バカな奴らっていうのは関わらないでいいんで、うちの視聴者さんだけでいいです。バカな奴に関わるな。バカなところ行ってコメントしたら同じ土俵に乗るっていうことやねんね。同じ土俵に乗るってことは自分の価値を下げることなんで、自分の価値下げないでください。はい、ということで分かってくれたら嬉しいです。だからね、これからもね、いろんな売名者とか、いろんな無断転載とか出てくるけど、ほっときゃいいです。ということでね、よくわからんのが出てきたんでね、こんな話別にする気もなかったんやけど、今日は朝からでもね、十何件そのメールが来てんねん、どこどこでこんなこと言われてる、全部総合するとほぼほぼ内容が入ってきたんでね、ああ薄っぺらと思ったんで話させてもらいました。みんなも薄っぺらい人間にならないでください。それがあっちゃんの視聴者さんです。あっちゃんの視聴者さんっていうのは、あっちゃんみたいな分かりにくい理論を、こんなね、こんなあっちゃんみたいな人を一生懸命慕ってくれた人っていうのは、よっやっぱり心が綺麗くってストレートな人、純粋な人なんでね、純粋な人ほどそういうところにムカついたりするんでね、もうちょっと冷静になって、いつも言ってるグッグルッパしてからコメントしてください。よろしく。